おはようございます、フォルテです。シャキン、はい、僕メガネを買いました。シャキン、まあ僕いつもねコンタクトで撮影とかしてるんですけども、普段はメガネが多いんですけども、まあ久しぶりに約3年ぶりぐらいにメガネを買ったわけなんですけども、そのメガネを買った理由と、そしてねこのメガネがすごく、まあピアノとか演奏とか、まあ楽器とかしてる方、まあ特にね演奏とかでメガネをはめながらする方とかにぴったしなんじゃないかなと思って紹介していきたいなと思います。まあこれは本当に、まあ僕はどちらかというと普段使いっていうよりもピアノとかをね弾くために買ったに近いです。早速紹介していきたいなと思います。こちらのメガネ見てください。ものすごく縁が薄いです。鋼一つです。そしてこれはこれ閉じません。そうです、ここつなぐ部分が全くないんですね。はい、でまあこれすっごく軽くてゼログラっていうね無重力っていう名前のメガネなんですけども、まあこれを買った理由としては本当に軽い、圧倒的にそれが多いんですけども、あの僕ね過去にいろんなメガネをやってきました。まあね、僕結構ね、もともと目が悪くて、で、まあ演奏中とかもやっぱメガネをしないと楽譜が見えないって感じだったんだけど、そのメガネがどうしても演奏中にね、こうやって落ちてきたりとか、あとやっぱちょっと重くて鼻のところが痛くなったりとか、まあよくあったんですね。で、まあ僕普段はコンタクトをしてるんですけど、そのまあ朝からコンタクトして一日中つけることって難しいので、夜からはメガネ生活とかでそこからピアノとか練習するんですけど、そのメガネのしてる時にやっぱどうしてもちょっとねあの不快感がありました。そのなんかずれたりとか、そして僕一回メガネで演奏を人前でしたことがあって、演奏中に興奮してメガネがずれ落ちたことあったんですね。こうやってご飯ですよぐらいまでずれ落ちちゃって、もう一回ここまでなっちゃいました、演奏中。これガチで、まあそんなこともあってそれからは僕コンタクトでしか人前では演奏しなくなったんですけど、あのやっぱりねメガネっていうのはねやっぱ普段よく使うから、あの軽くて、そしてまあ演奏とかでしとってもずれないメガネが欲しいなと思って、っていうのが昨日思ったので買ってきました。で、まあこの商品はレンズ込みで23,000円で、僕はブルーライトカットっていうのをぶち込んだんで26,000円ぐらいになりました。まあこれのメリットっていうのをちょっとね音楽家にアドバイスしたいなと思います。例えばまあガンガン弾いとってもこうやって全然ずれない、そして全く痛くない、あとやっぱなんかねバイオリンとか弾く人とかもこうやってずれたとしてもここはずれないんでね、かなりあの丈夫なずれとなってます。丈夫なずれというか全然ずれない。やってみようか。まあこれを買ったんですけど、まあこのデメリットがすごくあります。やっぱねこれ閉じないのでちょっと邪魔になります、どうしてもね。でやっぱね普通のメガネケースよりも大きいです、かなり。でしまう時ももうねもうこんな感じでしまわんといけんのよ、こうやってほら全然閉じない、全然閉じないんだけどこんな風にしまわないといけなくて、これほら結構大きい。これが圧倒的なデメリットかなと思います。だからまあ僕はね練習中用のメガネとして、まああのコンタクト外した時の練習中のメガネとして、そしてまあ普段使いはまああのコンタクトつけるのがだりいなっていう日にはまあつけて生活してるんですけど、こうやってで練習終わればもうこう定位置じゃないと、これ持ち運んだ時にちょっとあの温泉とか入る時に置くってなった時に閉じれないんで、ちょっとね邪魔なんですよね。だけどすごく軽くて、まああの自分が今日一日使ってみて結構良かったので、まあもしかしたら演奏中とかのメガネ迷ってる方、ピアノとかの練習中とかで迷ってる方で、なんか良かったらねアドバイスになればなと思い、紹介しました。まあね音楽やってると結構目っていうのが悪くなりやすくて、先生に言われたのが楽譜っていうのはちっちゃい音
点だから、それをまあ注目してみるとやっぱね、どうしても目が疲れたりとかするから、やっぱ目が悪くなりやすいと前先生に言われたので、まあ僕はね、目のケアは結構してます。ちなみにこのメガネっていうのが中学生高校生の時に使ってたメガネです。どうですか、横から見た時ごっついですよね。で、僕このメガネは一応普通に気に入ってたんですけど、やっぱね、どうしてもこの鼻の部分がプラスチックだったので痛かったんですよ、長くつけると。あとやっぱりね、あんまりね、僕としてはね、なんかこのやっぱフレームが太いことによって、ちょっと重くて、ちょっとなんかつけとるっていう感覚がめちゃくちゃあったので、あんまり音楽と相性が悪いなと思ってました。まあおしゃれだけどね。でもやっぱりガンガン弾いたりとかするってことを考えた時に、はい、超薄いっていうので、まあ僕は今回はデザイン重視ってよりはこちらのメガネをまあ似合ったので買いました。自分で似合ったって言っちゃった。こんなに薄いです。僕が過去使ってたメガネです。こちらはね。これは高校生か中学生ぐらいの時に使ってました。まあめちゃくちゃ薄いのがわかりますよね。というわけで今日はこんな感じの商品紹介でした。全くね、これ案件とかではなくて、まあ僕がよく悩んでたので、皆さんにもね、少しもしかしたらね、メガネ探してるっていう方いたら、何どちらかって言ったら、なんかこれどうですかっていうね、ちょっとね、ただ単の紹介動画となりました。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。というわけでバイバイ。